旭川赤十字病院で市民に心肺蘇生法を習得してもらうための講座が行われました。受講者は心臓を正常な動きに戻すための装置 AED の使い方などを学びました。マットを装着してください。コネクターを接続してください。こっち側からでしょ、こっちまで。心肺蘇生を中止してください。まだまだ、まだ今ですか。はい、はい、離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。確認したから、はい、ボタンを押します。はい、ボタンを押します。ショックが完了しました。少し戸惑いながらも一通りの手順を学んでいました。この頃よく倒れている方の救助とかをテレビとかで見まして、ぜひ自分もそういうことができれば多くの方を助けられることができるかなと思いまして、今日参加させていただきました。講座の最後には試験もあり、真剣な様子で学んでいました。今月7日から開催される旭川冬祭りの大雪像やバルコニーを制作している陸上自衛隊第二師団を応援しようと、市民連協女性部会が先月23日会場を訪れました。隊員から自然と町が共存し発展する未来の社会を描いた今年の大雪像についてや、作業の流れを聞いた後、日々会場で雪像制作を続ける皆さんに温かいおにぎりや飲み物などを配りました。いただきます。助かります。あ、美味しい。やっぱ温かいものっていいですかね。 ありがたいです、はい、頑張ります。隊員は温かい手作りのおにぎりを食べて元気が出たようです。第59回旭川冬祭りは今月7日から12日まで開催されます。毎年大人気の100メートルの氷の滑り台や東北のあったかグルメが集まる冬マルシェなど、冬祭りならではの催しが盛りだくさんです。ぜひ会場へお越しください。